スノーマンが生配信で年越しジャンプデビュー曲 DD 新年初パフォーマンス。スノーマンが昨年の12月31日、公式 YouTube チャンネルでスノーマンスペシャルライブみんなと楽しむ大晦日と題した生配信を行った。午後11時45分から始まったカウントダウントークコーナーでは、9人でこたつに入り、わけのあいあいとトークを展開。日付が変わる瞬間には全員でジャンプし、それぞれが1年の抱負を語った。ラウール20は、2024年もみんなにいっぱい笑顔を振りまける1年にします、とキュートに宣言。目黒蓮26は、健康第一。皆さんに笑顔を届けられるように、佐久間大輔31は、5大ドーム、スタジアムとかでライブできるように、と意気込んだ。年越し後は、デビュー曲、DD、と、合言葉、お新年初パフォーマンス。新たな一年の始まりを彩った。